はい、今回ストリートファイターです。ストリートファイターってこんな画面でしたっけというような感じですけれども、ストリートファイター1でございます。1987年、アップライトの油圧式というかなんていうか、こう押し込む感じのパンチとキックのボタンしかないタイプと、まあこちらの、これ6つボタンの設定にしてますけれども、弱中強と、油圧関係なくと、ボタン配列と、まあ何がどうかというと、必殺技が非常に出ないということと、キャラクターが対戦しても他選べなく、竜と剣という感じの対戦しかできません。ちょっとねクリアはできませんきっと、どれだけ必殺技が必殺なのかということをやってみます。まずですね、必殺技はなぜ出ないかと。出ないです。なぜかというと、離した時の弾を離した時に、コマンドの判定が行われるような形なので、先行で入力した後にボタンを離すと、なんかひねることだった。で、この当時の必殺技は本当に必殺でしてね、相手がガードできないと、強いですね。出したもん勝ち。この波動拳近いと当たらないみたいな。当たったプチッと、当たったけどプチッと倒れちゃうみたいな。しかも何喋ってるか分かんない。オールオーバーザワールドぐらいしか聞こえないみたいな。まあこんなひどいゲームです。2が大流行りしましたけれども、見た通り。すごく大味。2からかなり完成されてますけども、1はそんなに流行ってないけど、かなり難しいようですね。ちょっと竜巻が出るまで時間が。何それみたいなね。波動拳の方がいいのかな。ナイトのステルス的な。距離波動拳みたいな。これもね、なかなかみんな話した時なんですね。なかなか満タンが難しいっていうのは、押したのにという時には話した時の判定になってるんですよね。まあ、当時の
多分カプコンの技術というか入力判定マッチというかね、そこが当たるとピンチ、もう当たっちゃえばこっちのもんみたいなね、ピチッと本当に必殺技ランキングでかなり上位に来てるのが昇竜拳です。ひどいガードで、もう出したもん勝ち、いいのかみたいな、こ相手立ってるけどオーライみたいなね、いいのみたいな、顔がひどい、顔を殴ってないけどこんなんなっちゃうみたいな、もう出したもん勝ち。あらひどい、波動拳で終わっちゃうみたいなね、もうこんな大味なゲーム、出したもん勝ち。必殺技ね、必殺技ってこのぐらいじゃないとダメなんだけれども、出すのは非常に難しいですね。もう死んじゃうみたいなね、必ず殺す技とか言って必殺技、いや顔をそんな殴ってないけどみたいなね。あこれどうだっけな、おいどっち向いてるみたいなね、ちょっと向きがおかしいだろ、なんかあっさり点数もらえず、チャイナすごいね。ちょっともうなんかあ一瞬なんだけど、いやひどいね、竜巻旋風鏡の方がいいのかもしれない、まずい、なんもできん、あはは、もう一瞬だね、ぴょんぴょんされて終わっちゃうみたいな、まあこういう、まあ当時はねかなりこう面白かったと思います。格闘ゲームってねあんまりなかったし、こういう感じでした。これねまたこのコンキュー画面ひどいね、この爆弾、ゲームオーバーね、こんな感じです。